はい、皆さんこんばんは。4月24日月曜日、339回のしゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝からですね、暖かい天気という形ですね。日中もですね、結構いい暖かさで、ちょっと暑いなっていう感じですね。そんな真っ白でした。今日のゲストをご紹介いたします。真っ白出身で、画家の鶴田智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応オープンアトリエ風の公園という形でですね、頑張ってやってらっしゃる方です。さて、鶴田さんがですね、画家になってから今年で20周年を迎えるという形ですね。まあ、これをもって、記念20周年画集を作られたという形でお話を伺いました。はいはい。でですね、今回は出版に合わせて展示会でですね、寺町商家で行われるという形でですね、鶴田さんがですね、画家になるきっかけ、どういうふうになったのかっていうのをですね、そういったものを含めてですね、お話を聞いていただければありがたいなというので、よろしくお願いします。あとこれですね、この展示会、5月1日から14日までっていう形で寺町商家で行いますけれども、うん、この名前何々展っていうのは、これちょっと聞かせていただいていいですか。はい。この風色フィルムっていう、まあ、タイトルは画集のタイトルもそうですし、はい、それに合わせて個展もまあ、そこに点がついただけなんですけど、こう風色フィルムっていうのは、はい、まあ、普段全部作品に共通しているこう風が、まあ、毎回こう作品の中に流れてて、はい、それがいろんな色の風 で、うん、でそれが包むようなものを毎回描いてるんで、はい、なんかそれ全部の作品に共通してるから、うん、これはまあ、画集もそうですし、はい、うん、タイトルにすごいぴったりだなと思って、うんうん、風色フィルムっていうのをここに当て込んだっていうところですね。はい。うん、まあ、これ、まあ、鶴田さんが20周年の画集っていう形で、うん、発売記念企画展っていう形でな、はい、ね、やるような形なんですけども、うん、まあ、これ、まあ、寺町商家で今回もやるんですけれども、この内容的なものっていうのはちょっとなんか見せていただいていいです？そうですね。はい、これ今回ちょっと待ってね、うん、ちょっと見せて。ね、はい。うん、まあ、これの中で表紙がこういう形っていう形で、うん、この表紙のこの絵っていうのはどういうあれですか？これはね、はい、まあ、この絵自体はもうちょっとね、横長の絵で、はい、でずっとアトリエ行くまでずっと自転車で最初行ってて。はい。で自転車でこう夜帰るときに、はい、こう春ぐらいだったんですけど、ええ、その夜の風がすごい気持ちよくて、こう包まれるような感じがして、はい、そのなんかこう手を上げるとその風がこう流れてくような感じっていうのがあったんで、ええ、なんかそれをすぐ描こうと思って、うん、でこれがなんか描いたんですよね。うん、これ何年ぐらい前のあれですか？これがまあ4年前かな。うん、4年前の作品。なるほどね。こういうのあれですかね、みんなちょっと見れば大体こう頭のイメージ、あ、これこういう形で時に描いたんだっていうのは分かります？そうですね、うん、やっぱり作品って自分の子供みたいなもんなんで、毎回なんかこう名前つけるのも結構悩むんですけど、タイトル一番こう最後にいつも今までつけてたなんですけど、はい、うん、名前ってのが一番難しくて、うん、でもやっぱり名前がしっかりついた作品っていうのは、はい、もうずっとなんかどんな昔のやつでもちゃんと覚えてるっていう、うん、どんな作品でも覚えてますね。なるほどね、うんうん、これだけどあれですね、この中ちょっと少しずつ見させてってもらうんだけど、うん、一番の気に入りっていうか、ちょっと今回は特別だよみたいな何かあったら教えてください。ね、はい、そうですね、この、はい、そう、このページで、はい、まあ、これが全体で、はい、でそれをここでね、こっちが拡大してるんですよね、部分的になんか 100% って書いてあるんで、 100% ここかな、うんうん、この辺ね、はいはい、100% で拡大したもの、うん、ちゃんと原寸サイズっていうのが、うんうん、これですね。うーん、なるほどね、うん、だからまあこのまま大きい絵が、ああ、はいはいはい、
うん、まあ、これ大きさにしたらどのくらいなんですか。これはね、あの、うん、85っていうサイズ。あ、それちょっと分かんない。何センチ何センチがいい、ね、全部サイズが書いてあるんですよ。あ、書いてあるか。あ、ね、こっちじゃないな、うん、こっち側に書いてある。1180の1180だと思うんですけど、ね、あ、これか、うん、あ、これだね。全部の作品にサイズ書いてあって、あ、これ書いてあるの1170っていう書いてある。うん、だから、ね、結構まあ大きいですね。1メーターちょっと の、 あの正方形みたいなやつ。はいはいはい、うん、なるほどね、うん、だ今回こういうのっていうのは特別なんだね。初めてやるって形ですか。この 100% っていうのは初めてで、今までやっぱりちっちゃい画集しか出してなかったんで。あ、そういうことか、うん、今回一番大きい画集で、うん、で A4 よりちょっとサイズが大きいっていう。あ、なるほどね、うん、のでだから一この大きさになると、はい、その 100% も載せられるんで。あ、なるほど。あ、それも一つのあれで大きさにしたっていう形なんですかね。はいはいはい、なるほどね。あとちょっと中ずらずらっと軽く見せていただいて。そうですね、はい、ね、お気に入りのやつあれば。最近描いたやつで、はい、このやつかな、はい、これはね、あの小布施の風味堂に納品したやつで、うん、ここにねちょっとちっちゃいですけどね、うん、あの納品し設置してる写真があるんですけど、うーん、これもやっぱ依頼されたんですね。そうですね、ラフスケッチいっぱい出して、うん、その中から1個選んでもらって、で最初納品の朝までは口閉じてたんですけどそんなのあり？うん、で閉じてて、で朝起きてどうしてもやっぱこれこっちの仏さんが口閉じてるんで、はい、どっちかが開いてないと入ることもないなと思って、うん、で朝書き直して、うん、でそのまま車に乗っけて納品しに行ったんですけど、うんうん、あ、そういうこともありなんですか。そうですね、うん、そのね閉じてるのがここにあるんですけど、ね、ちっちゃくね。なるほどね、まあそういったのも楽しみながら見れればいいねって感じだよね。うん、これもだから3メーターぐらいあるのかな。はあ、3メーターの線いくつ、3メーターの1メーターぐらいか。なるほどね、うん、面白いね。でもね、そうですね、うん、これはどういうあれですか、この、まあ、この本を作るっていう意味で、うん、あの費用的なものって結構かかるじゃないですか。かかりますね、うん、でまあやっぱり自分で作るってなると、はい、やっぱりなかなか思い切って大金を入れないといけないんで、うん、はいはい、大変なんですけど、はい、今回その新米さんと82銀行さんの、はいはい、初めてこう今流行ってるクラウドファンドっていうのがあって、はい、ありますね、でちょうどそれが第1弾が、うん、あの去年の6月かな、はい、に発表があって、はい、で第1弾って一番こう力を入れてもらえるんで、うん、第1弾で申し込んでみようかなと思って、うんうん、もうそれ手挙げて。そうですね、説明会行って、うん、で画集をちょっと作りたいっていうのを、うん、そこで出してもらって。なんかプレゼンみたいにやるんですか。プレゼンはもう何て言うんですかね、企画書だけ作って審査してもらって、うん、でそこで、うん、と60日間ぐらいずっとそのお金を集めて、うん、で集まったら、でも 100% じゃないと0円になっちゃうんで。ダメだって言ったね、うん、だから、うん、目標はどのぐらいだったんですか。目標が結局いろいろ計算すると130万円ぐらい必要で、これ自分で130万円を一気に出すっていうのは車買うのと同じぐらいになっちゃうんで。そういうことだね。でこうやっぱり積もって最初はちょっとずつしか集まんなくて、うん、で後半の本当に最後にこうもう終わり終了3日前ぐらいに一気にトントンつって入れてもらって、うん、なるほどね、達成したっていう、うん、まあ、そういったところの候補、自分も候補しなきゃいけないじゃない、うん、ね、それをほとんどやっぱりいろんなやり方あると思うんですけど、うん、新聞とかねテレビとか、はいはいはい、広告とかあると思うんですけど、うんうん、僕はそういう SNS っていう、うん、そのやっぱりこうコミュニティを自分の中でこう告知して、はい、まあ、ホームページのブログとか、はい、うん、そういうもので、はい、とにかく
広めて集めてもらったっていう、うんうん、なるほどね。まあこういったその中で、まあ私どもね、いろいろ友谷さんにお願いしたりとかっていうのは、こういうあの十万石祭りなんかもね、甲冑作っていただいたりとかっていうのもあったりして、そうですね、はい、これなんかも結構ね、毎回毎回お願いして、やって作っていただいて、うん、さらに十万石祭りの時に ね、先頭になって出てくるみたいな形のあれがあったんですけども、はい、そうですね、甲冑 もう今年で5回目かな、はい、なんですけど、うん、まあ、毎回こう甲冑を作って、うん、まあ、そこに子どもたちに描いてもらって、うん、やっぱりなんかその真田十万石祭りがだんだんこう、なんて言うんだろうな、子どもたちが楽しめるものが少なくなってる気がして、屋台が少なくなってたりとか、ね、うん、で思い出に残ることを何かできないかなっていうので、うんうん、あの、まあ、で企画したものが最初で、で毎年毎年ちょっとずつ人数が増えてきて、はいはいはい、去年その、まあ、60人ぐらい、ね、去年最高だった ね、なって、うん、下が 2歳ぐらいから上は十何歳までのこう、うんうん、60人が集まってみんな書いて、うん、そうだね、うん、まあ、こういったのもね、マッスル市場っていうのもこれもちょっと毎回ね、一応こういうのを使わせていただいてやってますけども、うん、まあ、こういった形でね、まあ、若い人子供を相手にっていう形ですね。そうですね、そういうのもね、まあ、これもこの間やってた甲冑のあれですね、うん、お絵描きってまあこういったふうに集まっていただいて、マッスル駅のところで集まってみんな出ていったみたいな形になりますね。そうですね、はい、であとこれがあれですね、寺町商家で前回ちょっとこういう企画展っていうか、うん、やりましたね。まあこういったこれからちょうどいい時期にはなってくるので、まあ、今回、うん、ね、5月1日からやるっていうのもまたいいかなっていうふうに思ってますね。そうですね、はい、いい場所で、うん、さて、まあ、こういった形でですね、富谷さん今いるところがですね、赤芝っていうところですね。で、うん、これが水上山、うん、で町歩きセンターがここにありますんで、ずっと上がっていったところの一番奥のところっていう形になります。でここのお宅ですね、これがもう相当古いところで、まあ、昔の、うん、あれですかね、なんだっけね、蚕子さんのね、蚕子殿の部屋ですね。まあ、こういっただんだんと、で最後はこういう形っていう形、ここには住んでないって言いましたね。そうですね、うん、これどのくらいかかりました、修理するって。まだ完成ではない。あ、まだ完成じゃない。あのちょっとずつね、あの、はい、手直しとか、はい、あの自分でこう棚作ったりとか、はい、柱入れたりとかして、うん、うん、だからまあいつが完成になるのか分かんないですけど、とりあえずはまあ、 あの雨漏りしないようにすると、はいはいはい、あと簡単に崩れないようにっていうのが前提で、うんうん、まあ、柱もそうなんですけど、階段とかも付け直したりとか、うん、なるほどね、あのかなりこう、でもここの2階から窓を開けると風が通り抜けてくるんですよね、うん、すごい最高に山から吹いてくる風がアトリエの中抜けてくんで、うん、すごいあのここで描くならいい絵が絶対できるなっていうのがあったんで、うん、だから多分頑張れたんだと思うんですけど、なるほどね、うん、まあオープンアトリエ風の公園、そうですね、マッチングだねこっちはまだ名前ないですけど、ね、自宅のアトリエなんで、あ、なるほどね、風の公園は上千歳、上千歳にあるですもんね、ですね、うん、なるほどね、まあ、これ、小さい頃からいろんなようなね、うん、絵を描いてきたって、何歳ぐらいから描かれてきたですかね、うん、絵はそうですね、うん、普通に保育園ぐらいからずっと描いてたんじゃないですかね、うん、ずっと描いていて、うん、まあ、何の疑いもなくこう絵描きになるっていうのが、うん、なんかもうずっと変わらず今に来た至るんで、るね、あんまりこうそんなにこうねブレなかったですね、 なりたいものっていうのは、うんうん、これからまあこれで20周年迎えましたよね、うん、だからこれからあと自分で目指そうとしているとかね、希望的なものって何があります、うん、まあね、日本ではいろいろなところでやらせてもらったんで、はい、まあ、松代の題材とか、はい、そういった作品をこう海外で発信していくっていうのが、うん、まあ、まあ今年もちょっと行くとこあるんですけど、はいはいはい、そういうふうにこう発信していきたいなっていうのが、うん、
うん、今のところの目標で。なるほど。まあ、もっと長い目標はずっと書き続けるっていうのが一番の目標で、うんうんうん、まあ今のアトリエを使いながら、まあ、そうですね、うん、周りの風景を感じながらっていうか、うん、自然があれば絵は作れるんで、うん、なるほどね、どこでもそれは OK ですね。なるほどね。ただその思い入れのあるのが松代っていうところだったっていうのが、うん、なるほどね、うん、分かりました。まあ、一応5月1日からこれ、20周年画集発売記念企画展という形ですね、はい。まあ、今回こういった形で広報出てますけれども、まあ成功裏に終わるようにお祈りしております。はい、今日どうもお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん素晴らしい、はい、私もね何回かね見させてもらった、ね、素晴らしい。そうあのね一番はね、うん、絵がどん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 変わっていっちゃう。そうしたらねこうパーって書いて、うん、ああいい景色だなと、ね、うん、横にしてね、うん、また違う景色、そうそうそう、馬が出てきちゃって、ね、そうそうそう素晴らしい素晴らしいでしょ。で本当は今日やってもらおうかなと思ったけどちょっと時間ないし、ね、そうだね、うん、また今度は次回マチュアルセンター前で多分やると思うんで、ぜひ見ていただき、音楽かけながら ね、いいね、ちょっとパフォーマンスすごいんだよ。いいですね、うん、はい、ぜひまたねお願いしたいな、はい。これは先ほども言いましたけど5月1日から寺松商家で行いますね、はい、14日までっていう形です、はい、ぜひ見に来ていただければありがたいなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで予告放送ですね、はいはいはい、来週はですね、はい、これ西尾小学校でね体育館、はい、新しく、ね、あそうですね、でそこにねステージの部分にねその壁にね、地元のね杉材を使ってねこうやってやるっていう、いい、うん、そういう お話ちょっと聞きましたんでね、うん、まあ、その後経緯みたいなのね、お話聞ければいいかな、うん、でこれもやっぱりね長野特権の社長さんの時、うん、吉池さん、うん、それとあと西尾財産区、これやっぱり補給をね、うん、杉の木っていうのは必要なので、うん、だからこの院長さんもちょっと半田さんって方もがちょっと来られて、はい、お話聞ければいいかなというふうに思います。素晴らしい、はい、はい、それでは来週の着目松郎、はい、どうぞお楽しみに。お楽しみに。